どうも、哲学とです、えー。ディアブロス3のね、えっ、ー、と、パラゴンレベルもね、3861ということで、まあシーズンの終わりまでにね、4000目指したいなぁということで、まあちょっと頑張ってるんですけども、あの、パラゴンレベルのね、えっ、ー、とね、レベル上げに役立つサイトということで、今回はね、この、パラゴンレベル、レベルえぇ、ー、 カルキュレーターというね、非常に便利なサイトがあるんで、そのサイトをね、ご紹介していきたいなと思います。えー、このサイトなんですけど、まあ、その名の通りね、パラゴンレベルの、えー、必要経験値とか計算していくんですけど、まあ、例えばね、あのー、まあ、試しにね、えー、今、3861レベルなんで、ここにカレント、パラゴンレベル入れてあげて、 えー、デザイヤードパラゴンってあるんで、まあ、何レベルまで上げたいのか。えー、まあ、4000まで上げたいと。で、えー、周回に使うグレーター e フトのレベルですね。なので、えー、今140を周回しているので、140を周回してあげて、で、ナンバーボ r プレイヤーズ、えー、何人でプレイするか。まあ、これはソロで上げるとしたら1人。 で、アベレージ、えー、コンプリエーションタイム、ミーツなんですけど、まあ、これはね、その、G、140を回すのに何分かかるかっていう感じなんですけど、まあ、今、平均すると7分かなっていうところなんで、7分と。で、あと、えー、アベレージ、タウンタイム。まあ、えー、どれぐらいね、街で休憩してんのってところなんだけど、まあ、私、タバコ休憩あるから60秒としますかね。鳴らすと。で、あと、プールですね。 ここは経験値プールを使うか使わないかってとこなんですけど、えー、フルリープールなんで、まあ、10個全部溜めてる状態を指してるんだと思うんですけど、まあ、ノーとか。で、あとね、1日何時間ぐらいレベル上げに使えるのっていうとこで、まあ、4時間でいいかな。まあ、ここ10時間とかしたらまた違うんだろうけど、で、これを入れてあげると、ここ1って言ったらいたいゃないのかな。 全部入れるとね、この下のところに、えー、結果が出てくるんですね。えー、101.58t、えー、経験値が必要で、だいたいまあ1時間、えー、7分でまあ140を回すと3.38で、まあ30時間ぐらいかかるよと、と。4時間やると、まあ1、7.5日ぐらいあと必要だよ、とかって出てくれるので、まあ、ここで計算ができると。結構ね、これ、 あの、やり方によってはね、例えば、えー、5個上げて、145で周回したらどうなるかとかね、えー、やることができるので、まあ、上を回した方がいいのかとかね、そういうのも比べられるので、自分のアベリジータイムをね、比べてあげると、まあ結構、あのー、もう少し回数を下げた方がいいのかとか、上げた方がいいのかとか、 計算がねでできるんで便利かなと思いますあのこのね、ホームページの URL は概要欄の方に載せておきますので、ぜひね、見ていただければなと思います。で、このサイトね、他にも2つぐらい機能がついてて、あの、x p l a i n Gain Pool ってやつなんですけど、えー、まあ、これね、パラゴンレベルのまの、あ、効率的な、えー、プールの集め方。プールって10個まで積む えー、貯められるんですけど、例えばね、パラ、カレントバラゴン3000でグレーターリフト140を周回してるよとかって、で、一人プレイヤーだよって入れてあげると、えー、まあ大体ね、えー、一回グレーターリフト回すのに3.2個ぐらいプールがあると、えー、いいぐらいだよっていうのが出てくるので、まあ、そのリフトごとにどれぐらい、えー、入れとくと最適値になるかっていうのがわかると。 もう一つが、えー、パラゴンレベルのあれで、えー、と、ノンシーズンのキャラクターに、えー、シーズンキャラクターはシーズンが終わるとノンシーズンに統合されるんですけど、統合された時どれぐらいのレベルになるかっていうところなんですけど、例えば、えー、2000で今シーズンパラゴンが、まあ、例えば4000まで上げられたとしたら、えー、なんとですね、リザルトは4151となるので、あのー、パラゴンレベルってそのまま、 えー、数字が足されるわけじゃなくて、経験値換算でどれぐらいのレベルになるかっていうのが分かってくると。なので、し、結構ね、あのー、これを見るとね、えー、例えば今私は4000頑張ってあげると、えー、ノンシーズンも足しても151しかレベルが分からないんだってことが分かったりとかね、するわけですね。なので、まあ、いかにこう、上のレベルでグレータリフトを何度も回すってことが、まあ、 経験値的にいいかってことが分かってくるところではあるわけですね。まあ、パラゴンレベル上がれば上がるほどね、1レベル上げるのに必要な経験値って上がってっちゃうので、まあね、カンストはなかなか厳しいとは思うのですが、まあ、あの、好きなビルド、えー、少し、えー、火力は少ないんだけど、好きなビルドで上目指したいっていう人は、まあ、パラゴンレベルね、どんどん上げてみるっていうのも一つの楽しみかなと思います。 ぜひね、このサイトいろいろ計算でき、できて、で、まあ自分がね、実際にプレイする前に、えー、まあ、どの方法が一番効率的なのかっていうのを考えるのは結構大事になってくるので、まあ、ぜひね、パラゴンレベル、えー、効率的に上げたいよっていう人は、えー、使ってみていた,いただきたいなと思います。えー、まあこういったね、ディアブロ3で使える、まあ便利なサイトなんかも今後、えー、ご紹介できたらいいかなと思ってますので、よろしくお願いします。 どうもありがとうございました。哲学とでした。